ということで金沢八景にやってきました。ここで先生をお呼びしたいと思います。本日はよろしくお願いします。お願いします。本日先生をさせていただきます岡田まりなと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私食べたことから好きになって、うん、それも北海道出身なので、なんか今までこう加熱されたタコ、たこ焼きの中のタコしか知らなかったのが、こういざお刺身のタコを食べた時にすごく衝撃を受けて、なんか食感といい味といい全てが好みにベストマッチして気づいたら生態とか気になっちゃって大好きになりました。大好きになっちゃったんだ、はい、あ、できたかも。できた。できました。もう一個頑張ります。あ、できました。はい、 OK。 じゃあみんな、はい、みんなついたかな。はい、はいはい、ではポイントに到着したので、はい、早速タコ釣り始めましょう。やったー。うわすごい。リザのところ行く。すごい。
合わせない一回合わせよう。よしよしよし来た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 乗った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 。